チは、僕も小さい頃からね、スキー一生懸命頑張ってここまで来ましたけど、皆さんも勉強もスポーツも一生懸命頑張れば結果がついてくると思うんで頑張ってください。まあ今まで小さい頃から頑張ってきましたけど、まあもうおじさんですけど世界一を目指して頑張りたいと思ってますので、